どうもこんにちは、小佐島です。今日は、善人と悪人の違いとは、未来を変える人間化ということについて、この流れでお話しいたします。いやー、今日も非常に深くて大切な問題ですね。これが知識ゼロから一気にね、深いところまでわかる、大変貴重な内容になってますので、ぜひ最後までお聞きください。まず最初にですね、悪人ばかりだと喧嘩にならない。これ一体どういうことだと。それはおかしいだろうと。 まあこのようにね、感じられると思いますけども、これ非常に私好きな話でね、何回でも聞いていただきたい、非常に大事なお話であります。どういうお話かと言いますと、あるところに、喧嘩の絶えない A さん一家と、みんな仲良しの B さん一家が、隣り合って住んでいたんですね。A さん一家では、今日もね、大喧嘩が始まってしまいまして、さすがに今回は懲りましてね、いや、家族で喧嘩ばかりは良くない。 隣の B さん一家はどうしてあんなにいつも仲良しなんだろう味をしのんで、その秘訣を聞きに行こう。こう思ってですね、A 家のご主人が B 家を訪問したわけであります。そして B 家のご主人に尋ねた。いやー、お恥ずかしながら、ご存知の通り、うちの家は喧嘩が絶えません。それに対してあなた様のお家はいつも仲良し。きっと何か秘訣があると思いまして、今日はその秘訣を聞きに伺いました。 どうか教えてもらえませんでしょうか珍しくね、A 家のご主人、謙虚になりまして、頭を下げたわけですね。すると B 家のご主人がですね、ああ、そうですか。それはきっとですね、お宅は善人ばかりだから喧嘩になるのでしょう。うちは悪人ばかりだから喧嘩にならないんです。このようなね、意外なことを言ってきたわけです。でそれを聞いて、A 家のご主人はカチンと来たんですね。 何善人ばかりだから喧嘩をする悪人ばかりだから喧嘩にならないふざけるなと。喧嘩をするのは悪い奴に決まってる。喧嘩をしない人が善人なんだ。それをあからさまにね、うちは悪人ばかりだから喧嘩をしない嫌味にも程があると。こう思ってね、またこの喧嘩しない秘訣を聞きに行ったのに、瞬間湯沸かし器のようにね、カーッと頭に血が上ってしまったんですね。 そして文句言ってろうと思ったちょうどその時にですね、B さんの家の奥の方からガチャーンと茶碗が割れる音が聞こえたんですね。まあ誰かが失敗して茶碗割ってしまったんでしょう。これがもし A 家ならね、まさに戦いのゴングの始まりですよ。バカ野郎ね、大事な茶碗割りやがって。そういう宣戦布告が始まるところなんですけども、ところがね、B 家の奥から聞こえてきたのは意外な会話だったわけです。 お嫁さんがですね、ああ、お母様すいません。私、うっかりして、大切な茶碗を貼ってしまいました。申し訳ありません。こう、謝ってるんですね。すると、お母さん、まあ、姑さんですよね。で、姑さんが、いやいや、私がね、横着して、ゃんを片付けずにね、こんなとこ置いていた。この私の方が悪いんですよ。あなたが悪いんじゃない。悪いのは私です。こう言うんですね。 するとお嫁さんますますね。いやいやお母様が悪いなんてとんでもない。悪いのは私の方なんです。うっかりしてて。いやいや、私は悪い。いやいや、私が悪い。<laughs> このようにですね <laughs>。私が悪人、私が悪人ってお互い言ってるんですよね。このやり取りを聞いて、英家のご主人は、ああ、なるほど。確かに悪人ばかりだと喧嘩にならんわい。こう気づいたっていうんですね。まあ、喧嘩っていうのは、私は正しい。私が善意。 お前が間違ってる。お前が悪人。間違ってる悪人のお前を、正しい善人である私が成敗してやろう。こう、お互いにこう思ってるから喧嘩になるんです。しかし、お互いに私が悪いんです。私が悪いんですとね、こうお詫びしてるとこには喧嘩は起きない。これが悪人ばかりだと喧嘩にならないっていうお話なんですね。素晴らしい。で、これはね、一個人、一,個人一個家庭の話ですけども、今日はさらにね、 この内容を広めて深めて哲学的、歴史的に見ていきたいと思います。ちょっと難しく感じるかもしれませんが大丈夫です。一つ一つね、わかるようにお話していきますので、先ほどの話を頭に置きながら聞いていかれるとぐっと理解が深まりますで。哲学にも歴史があるわけなんですけども、その哲学の中でも最も前世紀が近代哲学と言われる時期にあたります。そしてこの近代哲学におけるね、メインテーマがこの理性と。 こう言えるんですねでその近代哲学の祖近代哲学の始まりはデカルトから始まったと言われます。有名なのが「我思うゆえに我あり」という言葉ですね。それまでは神中心だったんですけども神を抜きにしてね我思うというところから哲学が始まったということで神中心のね中世から思うそれをさらに深めた理性ここから近代哲学が始まると。 いうことなんですねで理性ですからねこれは正しい考えができるというまあ先ほどで言うと全員的なイメージになるわけですねでそこから出発してる、まあ、そういうことをね念頭に置きながら聞いていただきますとね一見難しい哲学もその大きな流れが分かってしまうんですね。それでこの理性を重視したデカルドから始まるんですが実はその次にですねヒュームという人が現れまして。 このヒュームはどう言ったかというと、人間は知覚の束であると。このように言ったんですね。ちょっと難しく感じられると思いますけども、まあ、そこまで難しいことはありません。知覚っていうのは、知、ま、覚、あ、するっていうことで、いわゆる感覚ですよね。見たり聞いたり、嗅いだり、味わったり、触れたりする。まあ、そういった語感を中心に、いろんなことをこう感じますよね。それでヒュームは、人間っていうのはね、そんな理性的、合理的な存在では実はなくて、 いろんな経験をね、通して、いろんなことを知覚する、いろんなことを感じる。それは繰り返されることによって、それが習慣化され、いつもこうだから次もこうだろうと。正しいとか間違いというのはね、結局そういう感じたこと、経験の連続に過ぎない。全く理性的とか合理的なものではない。このようにですね、せっかくデカルトが理性、そしてちょうどその時は科学が始まった時代ですからね。理性、合理主義、科学の時代。 近代の幕開けと、まあそういったすぐ後にですね、その理性の立場を、もうヒューラムとね、落としてしまった。そういう人なんですよね。で、そのデカートについて詳しく話したのがこちらの動画で、ヒューンについて詳しく話したのはこちらの動画であります。こちらを詳しく知りたい方は概要欄、コメント欄からリンクを辿ってご覧ください。で、この後にね、登場しましたのが、哲学者の中でも人気ナンバーワンのカントでありますね。 でこのカントはね、デカルトを中心とした、この理性、合理主義と、ヒュームを中心とした感覚、経験論、その調停役、仲裁役というね、立ち位置で、有名な純粋理性批判という本で、理性には分かることと分かんないことがあるんだよ。デカルトさんはもう理性で全部分かる、こう言われてますが、全部は分かんないんですよ。で、ヒュームさんは理性は全く当てにならん。 あるのは感覚だけだと言われますけども、理性でわかることもあるんですよ。まあ、答えだけ聞くとね、当たり前のように感じるかもしれませんが、これは実はかなり困難なことでありましてね、それを非常に筋道立てて明らかにしたので、この純粋理性批判という本は非常に評価が高く、関東も人気ナンバーワンの哲学者に選ばれるほどなんですね。なので、一旦ヒューンとね、落ちた理性の評価を ある一定レベルにね、持ち直した。そういう人であるわけです。で、このカントについては、こちらの動画で詳しく話をしております。このようにカントは理性をある程度ね、復活させたんですけども、しかし、やはり理性には限界があると、こう言ってるわけですよね。で理性に限界があるということは、そう理性で考える哲学に限界があるということになるんですね。哲学というのは非常に理性によって、理論的にこう考えるものですから。 それに限界がある。すなわち哲学に限界があるっていうのは、正直ちょっと寂しい思いをする。そういう哲学者も多く。本当はね、理性を完全復活させたいと。こう思う人も多くあったわけです。でそこに現れたのが、ヘーゲルなんですね。これは今回の動画の前半の主人公でございます。で、このヘーゲルはね、もう近代哲学の到達点に達した、そういう人だと。このようにも言われまして、まあ哲学全般をね、 学べば必ずヘーゲル出てきますし、ヘーゲルの専門書もたくさん出版されてます。で話しようと思うとね、ものすごく範囲が広いんですけども、今日はその中で、この流れに直接関係あるところだけ絞ってね、お話ししたいと思います。で、このヘーゲルが、ちょっとね、カントによって中途半端な状態になっていた理性の価値を完全復活させたんですね。で復活どころかもう、 いわゆる理性に限界なんかないよと、まあ、超ポジティブに <laughs> いただけなくて、なぜそうなのかという説明をね、しまして、これがもう大受け、受けに受けましてね、もうみんな拍手、喝采だったんですね。もちろん全員じゃありませんけど、多くの人が、ヘゲルすごい、ヘゲル万歳、すごいポジティブ執行でもう前向きになってきました。こういう感じになったんです。ではね、この理性はどのように無限に向上していくのかということについて、 ヘーゲルはこの人間の精神というものは成長していくんだと。こう語り。その成長の過程は弁証法によって成長していくんだと。こう言ったんですね。出ました。弁証法。ちょっとね、難しい感じでできますので、もうこれだけで無理とかね、もう頭痛くなってきたと。いう方あるかもしれませんが、これ非常にね、面白くてね、ためになるんですね。で説明聞くとそこまで難しくありません。 そしてもうヘーゲルといったら弁償法であり、とても有名ですのでね、せっかくのこの機会、ぜひね、この弁償法をマスターしていただきたいと思います。まずですね、肯定的意見が出されます。まあこれは最初の意見と言ってもいいんですけどね。まあ例えば、ここに四角いものがあると。こういった私なんですねで。それに対して、今度は否定的な意見が出るわけですね。いや、四角じゃないよ、丸いよ、ということで、四角と丸で、 意見がこう完全に対立するわけですね。で、普通はその意見の対立は良くないと。こう言われるんですけども、ヘーゲルはね、これが大事なんだと。ここから始まるんだと。こう言うんですね。じゃあどうなるのかというと、弁証法的にはですね、この肯定的意見と否定的意見がぶつかったことによって、それをね、超越した、超越的意見が出来上がるというんですね。実はね、資格だと思っていたのは、 円柱を横から見ていた状態であり、丸いってね、言ってた人は、この円柱を上から見ていた人であり、実はどっちも本当だった。両方とも正しくって、さらにね、高いレベルの次の次元の正しさが明らかになった。これが円柱だと分かったということであり、これが超越的な意見ということなんですね。このようにして、対立していた意見が、一つ次元が上がって超越的意見になった。 こうなったことを使用したっていうんですね。この使用というのはアウフヘーベンというドイツ語を翻訳したものです。ヘーゲルさんドイツの人ですからね。そのドイツ語のアウフヘーベンを訳して使用っていうんですね。これもうやめてくれって感じですよね。まず使用ってなかなか読めないし、読めてもね、全くイメージできないですね。あ、使用ねなんてことないですよ。もうここでしか見たことがない言葉ですし、それどういうことなのと。 幸福さもいますね。しかもね、なんでこの止まるという字とね、この用って何の意味かわからんけど、この二つがくっついてるんだと。この説明書いてる哲学書ってほとんどないんですね。で、やっとやっと見つけたのによりますと、この肯定的意見と否定的意見がバチバチとね、ぶつかる。でこちらも正しい正しいと言ってますからね。それがもう拮抗しまして止まるんですね。ぶつかり合うけども50、50%、50%で止まる。 これが使用の死なんですね。で、止まったところから今度、超越的意見に上がる。これが用なんですね。用っていうのは上げるとか上がるってことですよ。だから止まって上がる。だから使用。これがアフヘイベンだっていうことなんですね。なんとなくでもお分かりだったでしょうか。ただね、使用っていうんだって暗記しろと言われるよりはね、少しなんとなくイメージができたんではないかと思います。で、もうちょっとね、 頑張りますと、先ほどの肯定的意見というのを哲学用語で、性というんですね。まあ、真理 A を性という。それに反する真理 B を反という。性に対して反ですね。そして、使用をアウヘーベンして、超越的なね、答えが出た。新しい真理に達した。これを合というんですね。正反合。まあ、ヘーゲルを学ぶと必ず出てくる言葉ですけども。まあこれはね、 英義で学ぶと出てくるのでお話しただけであって、まあ、内容的にはね、先ほどの肯定的意見、否定的意見、超越的意見と、これを覚えていただければ十分でございます。で、これは実にね、優れた考えでありまして、ビジネス書の中でもね、最も呼ばれている本の一つと言われるのが、ーツの習慣と言われますけども、その結論というのはね、もうほぼこれなんですよね。まあ、そういう現代にも通ずる内容であります。 ところがね、話はここで終わりません。一つの正しい意見、そしてそれに対立する否定する意見、それはぶつかって使用してアウフヘーベンして超越的な心理にたどり着いた。新しい答えにたどり着いた。今度はですね、さらにそのレベルで反対意見、否定するものが出てきてまたぶつかって、それはさらにアウフヘーベン使用して新たな心理にたどり着く。ところがまったね、 それに否定する意見、違う意見が出てきて対立して、さらにアウフヘーベン使用していくと。もうこれがもう無限にね、繰り返されるっていう。これがヘーゲルの売りなんですね。つまり、今人間が分かっている心理というのは、まだね、低いレベルであって、人間分かることには限界があるよと。こうカントさんが言ったのは、頷けるけども。この正反合、正反合をね、こう繰り返して、アウフヘーベン、アウフヘーベン使用しようとしていくと、 最後もう究極の真理までね、たどり着けるはずだ。そしてこれが真理へたどり着くプロセスなのだ。だから理性に限界はないよ。理性万歳。これがね、ヘーゲルの超ポジティブ、もうイケイケ合合的なね、弁証法ということなんですね。で、それは人間の精神。まあ今言った理性と言ってもいいですけども、それがね、無限に向上し、そしてまた世界、歴史もね、どんどんと向上する。どんどんといい方に向かっていくんだ。 こう説明したわけなんですねで。特に時代はね、もう産業革命が起きて、どんどん進歩進歩、工場工場と、まあこういう状態ですしね。さらにフランス革命も起きた。英雄ナポレオンも現れた。ヘーゲルはね、ドイツの人でありますけども、まあそういった国を超えてね、このフランス革命とかナポレオンを非常に高く評価して、理性も歴史もどんどん良くなっていくよと、このように言ったわけですね。 それを聞いてね、多くの人はもう気分が高揚して、素晴らしいヘーゲル万歳と、こうなったわけなんですが、現代の私たちはね、そんな甘かないよ。そううまくはいきませんよ。ということをすでに知っているわけですね。この後どうなったか。そうです。第一次世界大戦が起きてしまったわけですね。未だかつてない。多くの命が奪われたわけです。で、ようやく1918年に、 第一次世界大戦は終わりまして、もう戦争はこりごり、二度とこんな戦争だけはね、しないようにしようねと、みんなが誓い合ったはずだったんですけども、現実どうなったかというと、もう約そのね、20年後に第二次世界大戦が勃発するわけですね。で、今度はもう第一次世界大戦以上に大変なことになって、やれヒットラーわられ,れば原爆は落とされるわと、大変な惨事になってしまって、人類は進歩するところじゃない。 理性万歳どころじゃない。人間は正しい理性を持ってるから。そう思った通りにやっていけばうまくいく。このね、おごりが大変な結果を巻き起こしたわけです。いわゆるもう理性の過信ですね。理性自体が悪いわけじゃないんですよ。また弁証法自体が悪いわけでもない。しかし良くなかったのは、その理性を過信しすぎた。うぬぼれてしまった。そこに大きな問題がある。つまり戦争っていうのは、 結局ね、全人同士の戦い、それぞれに持った正義と正義のぶつかり合いなわけですよ。最初に話をした、A3 一家みたいなもんで、俺が正しい、私が正しいということで、全人同士が喧嘩になる。で、これはね、1対1の喧嘩もそうですし、家族での喧嘩でもそうですし、それが広がると、このような国家間、国同士、世界中での争いということにまで発展してしまうから、 恐ろしいんですねで。私たちはこの悪しきね、実例を教訓にしなきゃいけない。これ必ずね、本質を掴んでないと形を変えて現れますから、何が問題だったのか。もちろんいろんな要素はありますけども、その大きな部分にね、誤った人間感、それがあったことを忘れてはならないわけです。で、前半部分はですね、近代哲学の理性を通して、善人の方のね、恐ろしさについてお話したんですけども、後半は悪人についてお話したいと思います。 で悪人といえば有名なのが単疑章なんですね。これはね、鎌倉時代に活躍した新蘭という人の言葉をね、大変美しい文章で書き記したものなんですけども、ドイツの大哲学者ハイデッガーがこの単疑章を読んで非常に感動しています。そしてこう言ってるんですね。新蘭将棋の教えを世界中の人が、ね、我が物としたとき、世界の平和に対する見通しが初めてつき、21世紀文明の基礎が置かれる。 理性を過信すぎて、二度のね、大きな世界大戦が起きてしまったけども、この新鸞書の推しを我がもまとすると、世界の平和に対する見通しが初めてつくんだ。ここに21世紀文明の基礎が置かれるんだ。と、こう言ってるわけなんですね。では、その短期書にどういうことが教えられてるか。言いますと、一番有名なのが、悪人正規という言葉なんですね。出ました。善人に対して悪人という言葉。ズバリ出ていますね。 でその悪人正気の言葉としてよく知られているのがこの言葉です。善人名をもって王女を研ぐいわんや悪人親。日本思想史の中でも最も有名な言葉だと言われます。で同時に非常に謎めいている言葉でもありますね。この先が気になるところですけども、長くなりましたので、続きは次回お話しいたします。このチャンネルの内容をより詳しく知りたい方のためにメンバーシップを用意しております。それではご案内をお聞きください。 さらに深く知りたい、学びたいという方のために、YouTube 上にメンバーシップを開催しております。その特典が3つありまして、1つ目が月1回の Q&A です。やはりこういった内容だと、ちょっとこのところがわからないとか、もう少しここを詳しく聞かせてほしいっていう、こういう質問をたくさんいただいておりますで。動画のコメントにもたくさん質問をいただいてるんですけども、まあまりに多すぎてちょっと 十分お答えできてないという申し訳ない状況になっております。それで、そのたくさんの質問の中から、特に大事なものをピックアップしてお答えする形になっています。これ、ネット上のライブでありますから、もうその場でいろいろとさらなる質問確認、そういったやりとりも可能であります。そして、その質問を延としまして、一般公開の動画ではちょっとね、話しづらい、そういった内容もありまして、そういう内容についてもお話していきます。 と言いますのも、一般公開の動画というのは、その動画が私の話を聞く最初だったということがあるわけです。そうすると、あんまり突っ込みすぎて難しくなると。ああ、この人の話難しくてわからんわ、ということで、かえってご縁を遠ざけてしまうことにもなりかねませんので、やはり続けて動画を見られて、あ、こういう内容ならもっと知りたいという方ならば、それが初めてということではありませんので、やはり もっと突っ込んでお話できるわけですね。まあ、決してなんか秘密があるとか隠してるわけじゃなくて、そういう理由で、このメンバーシップならではの内容が聞ける場が、この Q&A であります。そして特典2というのは、今までもそういった Q&A をやってきたわけですけども、その過去動画をたくさん見ることができます。まあ、これだけでもね、まあ、非常に価値がある内容になってますけども、これが月額990円で、特典1、特典2を 聞くことができるということになります。まあ、今現在でしたら、月に15回、もう無料で公開しているわけですから、そ、ま、の、あ、1本動画がまあ6、70円の価値があると。こう思われたら、もうすでに990円の元はを取ってるわけですね。で、1本6、70円の価値もないという方は、無理してメンバーシップに入られる必要もないと思いますので、まあ、少なくともそれだけの価値はあるわという方は、ぜひご参加ください。では、得点3は何かと言いますと、 これは月2回の Q&A になります。やはりもうたくさんの質問いただいてまして、なかなかそれに全部答えきれてないわけですね。なので、月1回ではもうとても追いつかないということで、月2回ご質問にお答えしたいと思います。こちらは得点1から得点3まで全て聞けることになります。でこちらが月額1790円ということでありまして、これも1本動画がまあ120円ぐらいの価値があると、こう感じていただければ、 すでに公開されている動画でもっと取れますので、まあ一本120円も勝ちあるなと思われる方はぜひ参加してだいて、120円も勝ちないよという方は無理して入られる必要はないかと思います。でこの Q&A は Zoom といわれるもので行います。スマホとかタブレット、パソコンで話を聞くことができます。設定は簡単ですので、やり方については概要欄、コメント欄からご確認ください。Q&A というのは それぞれ1時間ほどの予定になっております。時間帯はだいたい夜の8時から9時の場合が多いです。曜日は決まっておりません。で聞かれる方が実際にカメラの前で顔を出すかどうかということはお任せいたしますので、まあ、顔を出していただいた方がより密なコミュニケーションはしやすいですけども、まあ、夜でもうちょっとお化粧落としてますとかね、まあ、そういう方は顔出しなしでも大丈夫です。で日程が合わなかった場合でも 話をした内容を録画して後で見れるようになっておりますので、ご縁があった方はまた繰り返し見ることができますし、ご縁がなかった方は後からも聞いていただくことができます。もちろん大会も自由で簡単であります。これは YouTube 上で入会大会いたしますので、私がなんか無理やり引き止めてなかなか大会できませんっていう、こういうことはありませんのでご安心ください。申し込み方法について説明いたします。パソコンですと、私のチャンネルのトップページ、 これも概要欄、コメント欄にリンク貼っておきますけども、そこの、この部分ですね、メンバーになると書いているところをまず押してください。アップすると、このようになってます。チャンネル登録の横ですね。すで既にモニターとして入っておられる方は、チャンネル登録じゃなくて、メンバー特典という表示が変わってますけど、ここを押すと、今回の正式メンバーシップに登録ができます。そこを押していただきますとね、 こちらの方に3段階表示されまして、まあ、モニターはもうすぐ終了しますけど、この月1回、月2回の方からご希望の方を選んでいただいて、その上でメンバーになると押していただきますと、登録が完了いたします。スマホで言うと、こんな感じですね。ちょっと小さくて見にくいですけども、ここにメンバーになるか、メンバー特典という表示がありまして、そこを押すと、このような画面になって、その下の方をね、スクロールしていきますと、 1> 月1回コース、月2回コースということで選ぶことができます。で登録が完了いたしましたら、こちらの URL、これも概要欄、コメント欄にリンクを貼っておきますけど、ここを押すと、そのメンバー専用のページが見れるようになっています。で、そこにメンバーシップ専用のメルマガも案内してますので、そこに登録していただきますと、次回の案内などが届きますので、こちらの登録もお忘れなきようお願いいたします。 より詳しい申し込み方法はコメント欄、概要欄をご確認ください。一部、うまく登録ができないというお声も聞いておりますけども、まあ、すでにモニターメンバーになっている方は、一度大会するとうまく表示されるようになるという場合もあるようです。また、スマホでうまくいかない場合、タブレット、パソコンなど、別のもので試してみるとうまくいくということもあります。場合によっては、YouTube のアプリをバージョンアップしなければならないということや、 まあ、iPhone の方の場合ですね。iPhone 上の YouTube のアプリから入ろうとするとどうもうまくいかないそうでありまして、サファリなどをね、別のブラウザーから立ち上げて、そこから幸せの学校を、ね、検索していただいて、入っていただくとうまくいくことがあるようです。で、こういう場合うまくいったとか、こういう場合うまくいかないとか、いうことありましたらお手数ですけども、コメントやメールなどで教えていただければと思います。まとめますと、特典1の Q&A 月1回と、 過去の動画は月額990円でご覧いただけます。で月額1790円の方は、この得点1から得点3まで、いわゆる月2回の Q&A と過去の動画を見ることができるということになります。やはり動画で私なら一方的に話をする。あなたなら一方的に聞かれるということですけども、メンバーシップになりますと、このやり取りもね、できて、より深く学べるようになりますので、あなたの参加を心からお待ちしております。